口開けたらじゃ分かんねえから。こんにちは。じゃこんにちは。じゃあ、ごめん。あーがこう、俺らの合図なんですね。癒しですよ、本当に。癒しだし。はい。ユッティーあってのチャンネルですよ。そうですね。もう、今となっては。まあ、ユッティーは俺のマネージャーだ。そうですね。もう、ユッティーチャンネルからユッティーチャンネル。本当だよ。サブチャンネル。でも、何聞いてるか分かんない。声が届かない。ということで。はい、今回のブレイクチップソング。だいぶ減ってきました。じゃあ、行くぞ。テンポ、テンポ、テンポでいきましょう。はい、テンポ大事で。さあ、来た。はい。噂だ。おお。噂だ投手。噂だも勝てるピッチャーなんだよ。はい。ね、惜しいところまで行くんだよ。はい。でもね、なんか知らないけどポコってやられるんだよ。何かわかんない。でもいいピッチャーと投げ合ってるよ。ああ。投げ合ってて星がつかないけど勝ち星が。はい。だけどいいピッチャーだよ。粘りのある。そして。来た岸。おお。来ましたね。大好きなピッチャーですよ。ああもう。楽天の開幕投手。新エースね。新のエースだね。はい。もう投げてるこれをね。まっすぐはね、角田が言ってたけど、変化球でっつってたよ。いや、なんでかっていうと、マリンで逆風で投げてくるじゃない。はい、もう本当に浮き上がるぐらいの感じがするんです。だからあれね、まっすぐ投げてくる、僕は変化球だと思うんですよって言うぐらいのフォーシームの回転の威力があると。うわー、ね、すごいですね、いいっすね。のっけからいい2人出たなっていう。あ、嫌がってますね。嫌がってますね。またファームに落ちるんじゃない。まさかのまさかのダブルキシ。いやもう2度目はいいよって言われる。ありえますよね、こういうタワードまた出たよ。もう終わり。結構多いんだね。おお、来ました来ました、幸太郎選手。早く怪我直してほしい。いや、本当っすね。でも、有効骨を骨折するっていうのはホームランバッターが多いんだよ。おお。ね、だからホームランバッターの資質は十分兼ね備えてるという。ね、治った時のブレイクを期待してます。いや、楽しみっす。はい、そしてお上原コーチ。いやー、来ました来ました。あの、誰に聞いたんだったっけな、上原が一番いいって言ったピッチャーがいるんだよね。でも球速的にはそんなに出ないな。そうですね。でも一番速く感じたっていうバッター誰だったの。対戦して対戦して、まあいいや、思い出したら、ちょっと思い出した、思い出した、思い出した。テンポがテンポがテンポ、今回テンポなんで、今回よっしゃ。お来た坂口。坂口ヤクルトスワローズ。坂口は若い頃さ、流しのギター弾いてたって知ってる。え、入団して、へぇ、音楽にすごく興味があって。そうなんすか。ほんとなんですよ。12の頃さ、街中でギター弾いて歌ってた。え、それ趣味で変わり種なんだよ。変わり者ですね。だけど小川さん就任する時に外野手がいっぱいいて、坂口どうかなって言うから、坂口では絶対やるからって。いや、僕、俺もそう思うんだけど、使うところがあって、ファーストにしたでしょ。はいはいはい。で、やったでしょ。はい。だからやっぱ根性の持ち主だよ。伊達にギター弾いてねえぜ。頑張ってこと。田中和樹。おお、今年のブレイクは期待したけど、怪我しちゃったね。怪我ですね、今は。期待してましたもんね。じゃあ新人を取ったよな。取りましょう。なあ、この人のバッティング、走塁、バネを感じる。おお、何をつけてもバネ、バネがある。だから打球もよく飛ぶ。今年期待してたんだけどさ、怪我したら何にもならないから早く戻ってきて。怪我ですよね、やっぱり多いですね。楽天の選手ちょっとね、楽天って開幕当初ってものすごい気温が低いからね。だから本当にしっかり怪我を治してくれ。そして榎木だ。お、榎木だ。去年勝ったからって安心しちゃダメだよ。いや、今年が大切だ。そうですね、そうですね。今年やってでなんぼだから。で、優勢が抜けてね、こう左、えのき左の左肩にかかる負担、いや、そうですね、そういうのは大きいからね、今年やってくれっていう感じだね。期待してますね。期待してます。はい、この回で全部いるぞ。なんか、いやいや、もういいな。だって残してた中途半端そうですね。青木、来た来た、いいっすね。もうね、オープン戦の時、東京ドームで会ったんだよ。ちょっと変えたって言ったら、あ、ちょっと変えました。まだ変えてんだよ。うわ、すごい。この年になってもっと打ちたいという欲が感じられる。栗山さん似てますね、ちょっと。そういう、確かに、確かにね。だけどこの人の打席はいろんな工夫が見られると面白いよ。しますね。ね、今年も頑張って。いや、楽しみです。怪我しないようにね。そして、あ、来た、マッチ。
ソフトバンクホークス、松田選手。大丈夫か今年は。去年はちょっとね、振るわなかったからね。そうですね。俺が寂しかったのはスタメン外されて、うん、次の日スタメンでホームラン打つとかさ、はい、最初から打っとけっちゅう話だよ。やるね。マッチ、はい、あれが大好きなんだよ。暑そうですね。あれはもう、ね、今年もいっぱい見たいです。はい、お大輔。松田が大輔。今年来たー。大輔、コマーシャル出てる場合じゃないぞ。村田と。まあ。なんか大根役者が二人揃ってやってるみたいなさ。松坂世代ですよね。いや、村田のあのセリフ、もうね、下手すぎる。だから演技指導いや、下手すぎるけど、はい、あれがいいね。そうですね、あれがいいですね。いや、うますぎるとさ、なんか嫌じゃない。そうです、やっぱ下手すぎる。味が、味がそっちの方が確かに、早く肩直したこれ全部上を飛んで吉田。おー、来た来た、来た、楽しみっすよ。来た来た、もうね、昨年から怪我を克服して、はい、全試合出て、はい、今年ものっけから調子がいい。いや、もうすごいっすね。そんな感じで満塁ホームランみたいな、とんでもないっすよ。その後の外野フライの打ち方、はい、ね、犠牲フライ、はい、あれから追加点が取れない、はい、流してたでしょ。ここら辺がやっぱバッティングのセンスを感じる。あ、まあ、この人が本当にチームの中の完全なリーダーになった時にやっぱチームはどう変わるか、うん、楽しみだね。オリックスはね、堀谷圭ちゃん来ましたね。来ました ね, ね。今年はなんかオープン戦の時から割とこう気持ちが入ってやってるから、今年意外と結果を残してくれるかも。まあ結果を残すっていうのも実力者だから、ね、そうですね。さあ、はい、よしみ、よしみ、よしみ、あ、ね、はい、あの針の穴を通す、はい、本当正規力、正規力、ちょっと球威が落ちたね。球威落ちました。ちょっと落ちましたね。ちょっと苦しいかもわからないけども、うん、やっぱもう一度コントロールということを意識してやってほしいな。なんていうの、自分がマウンド途中から降りても最後まで応援してるよね、自分のこと。これはね、見ていて、あ、やっぱこう勝負に対して、うん、あの諦めない選手なんだなっていう、うん、そういう気がするし、頑張って。はい、お平田、おー、じゃあこっからもう自分自身の平田はね、純粋なんだよ。もう本当に野球小僧というか、はい、もう一生懸命やりすぎて怪我をしてしまう、怪我をしてしまうという選手なんだけど、昨年がキャリアハイかなかもしれないですね。すごい良かったよね。昨年良かったですね。だからまあ続けてなんぼだから、はい、ね、頑張ってよ。はい、ね、おっ、出た、来ましたもんね。はい、思い、思いを語ってその間、はい、あの西武ライオンズね、戸上投手ね、はい、メーデンの時はあのバス隣でしたから、席が、はい、本当、はい、もう開いちゃった開いちゃいましたね。はい、もう彼の車に今度は乗せてもらうという。なるほどね。頑張りますね。はい、はい、戸上だけなんか食い気味じゃないですか。だから秋山、はい、バッティングじゃなくて、はい、これで最後に等しかったっすね。なんもレアでもなんでもなかったやないか。お前2枚も出てきて、出てきましたね。いやでもまだレア、これ全部秋山投手の可能性ありました。全部ね。そう、びっくりする。やばい。いや、そしたらさ、やらせかと思って。確かに、確かに。そうっすね。お、今宮、今宮選手、はい、今年は怪我なく、はい、ね、全試合を目指して頑張ってほしいです。本当そうですね。で、源田といういいライバルがね、ショートに出てきたんで、はい、まあこの2人の争いも見てみたい。いや、確かにそうですよ。はい、中宮選手もいいですからね。うん、頑張ってね。はい、はい、誰ですか、また変化球ピッチャー、はい、逆輸入という逆輸入で、ね、巨人からあのメジャーというかアメリカ飛んで、はい、で、日本ハムにね、頑張って。さあ、来ましたね。おー、いい盛り上がってきた。今年、はい、まあ、あの番組でも紹介したけども、はい、あの右への課題を言ってたら、うんうん、はい、右へホームラン打ちましたね。すごかった。あれは一つ一つクリアしてきてるし、途端に、はい、なんか三冠王の一番匂いがする選手、うん、かも分からない。確かに、ね、せーの、頑張って、はい、ね、さあ、最後、さあ、最後ですよ、皆さん。さあ、どこのチームだと思う？いやー、セかパか。セじゃないですか。もセだす。セです。言えてないです。全然かぶりあげて。騎士頑張って。そしてパーパーでしょ。パーだ。パーどうパーですか。で、最後のお前、クリちゃん、シブトーク出てきたから。いいリングと一緒っすね。いやー、もうクリちゃんは、はい、あれだからね、この番組絶対見ててくれる。いやー、ほんと
一番取り出てできてくれた。さすがですよね。さすがだよな。ふさわしい。ふさわしいですね。よ、なんだっけ。ですか。よ、よ、大体か。よ、なんかその、劇とかでさ、よ、最後に。いや、最後に出てくる、もう本当、なんかあったよね。なんかそんな感じだよ。やっと出てきたみたいな。よ、みたいな。よ、クリちゃん頑張ってよ。頑張ってましたね。はい。クリちゃん気にしてるからね。俺の動画回らないんですけど。いや、そういくすぎます。本当にすいません。いいですよ、そこはもう。いや、いいですよ、そこまで考える必要ないっすから。そんなの、そこまで。でももう、シーズンの活躍で、え、クリちゃんがなんて言ってたのかなって。確かに見るから。それによって変わりますからね。頼むよ。はい、お願いしますよ。今年、浅村とかね、軸が抜けたけど、ね、クリちゃんが、俺が活躍すれば、キャリアハイを残せば、その穴を埋まるって言い切ったから、ね、頑張って応援してます。お願いします。はい。はい。バーっと切っていくと、そう、結構被ってるな。意外に被ってる。意外と被ってて、俺が一番かわいそうだなと思ったのは秋山だ。秋山バッターのしか出てこない。バッターのまさかの被りが。そう。ピッチャーのやつあるんですかね、秋山選手。わかんない。